7月の韓流ドラマ、チャンヒョク、ハンジェソクが火花を散らす。子役時代のキュートなチャン・グンソクも必見。大型時代劇テマン、6日月曜午後3時スタート。ハジウォン主演、韓国で社会現象を巻き起こしたアクション時代劇の名作。正義と愛のために命を懸けた女性の壮絶な人生、チェオクの剣、6日月曜夜11時スタート。そして24日金曜夜11時からは、チョインソン、ソジソブ、ハジウォン主演、バリラバーという中毒ファンも生み出した4人の男女が織りなす愛憎劇の傑作、バリでの出来事がスタート。人気グループエクソのリーダー、スホが天才プログラマーに。イケメンキャスト勢揃いのときめき無限大ラブロマンス、リッチマン、嘘つきは恋の始まり、6日月曜深夜0時15分スタート。そして28日火曜からは、今や大人気のトップスターカンドンゴンのドラマデビュー作。主演は個性派女優ペルナ。ささやかで美しいサクセスストーリー、威風堂々な彼女がスタート。18日土曜夜11時は、1年間ずっとチャン・グンソク第5弾、ハジウォンが身分の差で苦しむ初恋の相手をチャン・グンソクが熱演、大ヒット時代劇ファンジニ。日曜夜11時は、実力派俳優イ・サンウ、ハン・ジヘ豪華共演、愛に悩む全ての人に送るヒューマンラブストーリー、一緒に暮らしませんか。DATV は毎日韓国ドラマを放送中。